まあ、とにかくすんげーという。そうなの？答案の回答。こっちが GPT と、ほんまになんかもう別物って感じですね。まあ、いよいよ本当にね、人間みたいな感じになってきますね。はい、ということで、今日の動画なんですけども、今回は、OpenAI が新しく発表した最新の AI、O1 について解説していこうかなと思います。この O1、もともとストロベリーっていうコードネームで呼ばれていたんですけど、秋ぐらいにリリースという噂あったんですが、これが9月12日に突然リリースされました。わお。ということで、今回はね、この OpenAI から新しく出た O1 の特徴とか性能、あと GPT-4o との違いなんかをね、解説していこうかなと思うので、よかったら見ていただければと思います。O1 っていうのはそもそも複雑な問題解決することに特化している AI ですね。具体的には数学オリンピックの予選で全米上位500位に相当する成績を収めたりとか、物理学、生物学、科学の分野で人間の博士レベルの能力に匹敵するというふうに言われています。まあ、とにかくすんげーという話ですね。O1 じゃなくて GPT-4 とかもね、もともと出てきた時こういう感じのこと言われていましたが、まあ、今回の O1 はさらにそれよりもすごいという感じですね。で、今、チャット GPT と API で O1 使うことができて、日頃から専門的で複雑な問題に取り組んでいるような、まあ、研究者開発者、プログラム組んだりとかね、まあ、そういうのをやってる人からするとかなり役に立つものになっているっていう感じですね。で、もうちょっとね、特徴について見ていきたいんですけど、O1 に2種類のモデルがあります。O1 プレビューっていうのと O1 ミニっていう2つのモデルが用意されていて、実際に使えるようになってるって感じですね。で、プレビューの方は、世界の幅広い一般的な知識を持っていて、複雑な問題の推論できるように設計されているモデルです。で、今後、モデルのアップデートっていうのはされていくんですけども、まあ、それにプラスして、ブラウジング機能とかファイルとか、画像のアップロード機能みたいなところも追加されるってことですね。はい、で、もう一つのミニの方が、高速かつ低コストで使うことができる、コーディングに特化したモデルというふうになっています。で、この O1 を API で扱うときは、料金がミニの方が、5分の1ということで非常に安いので、なんで開発者はミニを使うことでコストを抑えつつ、まあ非常に精度の高いコードの生成ができるといった感じになっています。続いての特徴は、高い推論能力があるという感じですね。O1、高度な推論能力が必要なベンチマークテストで人間の専門家レベルの成績を収めているということですね。まあ、競技プログラミングのコンテストがあるんですけども、それだと上位 7% に入る成績を収めて、まあ非常にコーディングスキルが高いということが証明されています。で、O1 みたいな、まあ、LLM、大規模言語モデルなんですけど、膨大なテキストデータで事前にトレーニングされているから幅広い知識があるんですけども、まあ、コストが高くて動作が遅いっていう風な課題があったりはします。ただ、O1 ミニの方は、数学とか科学分野に最適化されているからコスパの良さとか、あと専門分野での高い推論能力を両立しているっていう感じですね。はい、まあ、なんで全体的な能力的に言うと O1、まあ、プレビューの方が高いんですけども、こっちのミニの方も、まあ、使い方によってはかなりいい性能を出しているって感じですね。あと、特徴として、深い思考ができるっていうところですね。O1 人間のように思考の連鎖っていうのをすることで、深く考えて問題を解決することができます。まあ、思考の連鎖って人間が、こう、自然にね、何かを考えるときにやっているんですけど、こう、段階的に考えを深めていくような、やり方のことを思考の連鎖という言い方をします。例えば、5人の男の子と3人の女子います。合計で何人でしょうみたいな。まあ、めちゃめちゃ簡単な問題なんですけど、これ聞いた瞬間に、まあ、8人っていうふうに出るんですけど、実際頭の中でどうなってるかっていうと、いきなり答えが8人っていう風に決まっているわけじゃなくて、これ段階的に考えて8にたどり着いているわけですよ。5人と3人なんで。だからこれを足してやるっていうことは、算数的に言うと5足す3ですよね。だから8。まあそんな感じで、分解して段階的に解いていくっていう感じなんですけども。まあそういうようなことができるということですよ、O1 は。まあいよいよ本当にね、人間みたいな感じになってきますよね。はい。まあ、ただこれ、そのね、間の思考の過程まで全部見せるかっていうと、そこまで公開はされないらしいですね。はい、ただ、まあ、その辺の間でね、まあ、どういうふうなことを考えて、最終的な答えにたどり着いたのか、みたいな。まあ、このプロセスみたいなところも、含んだ形で出力されるらしいので、だからそれを無視して出力が出てくるとかではないんですけど、一応なんか全部のあれを見れるっていう感じではないっていうことですね。はい、続いて安全性が高いということです。はい、OpenAI。まあ、AI モデルに人間の価値観とか、安全のためのルールを教えるために思考の連鎖にポリシーを組み込むっていう方法を開発しています。その結果、O1 プレビューはこれまでのモデルよりも安全性が大幅に向上しています。はい、まあ思考の連鎖によって AI の思考過程を人間が理解しやすくなって AI が安全なルールをより深く理解できるようになったからだというふうに考えられています。まあ安全性はね、かなり最近の OpenAI 気をつけてますよって感じですね。はい、で、さっきも言ったんですけど、ChatGPT と API で利用することができます。まあ ChatGPT プラスチームプランに入っているユーザーは O1 プレビューと O1 ミニを選んで利用することができます。
今、メッセージ数の制限があって、O1 プレビューの方が30件で、O1 ミニの方が50件っていう感じですね。はい。で、API のアクセスレベルがティア5。まあ、これ最高レベルなんですけど、まあ、ここにいる開発者に関しては API 経由で両方のモデルを利用することができるって感じですね。まあ、このティアに関しては、いっぱい使うと上がっていくはずです。ちなみに、さっき確認したら、うちはティア5でした。まあ、多いと月に25から30万ぐらいと API 使ったりするので、まあ、そのぐらい使うとティア5になるっていう感じですね。で、将来的にはチャット GPT の無料ユーザーも O1 ミニ、利用できるようになるっていう予定なんでね。まあ、無料ユーザーの方もぜひね、楽しみにしておいてください。続いて API の料金なんですけど、O1 プレビューの方が入力100万トークンあたり15ドル、出力100万トークンあたり60ドルですね。で、ミニの方が、入力100万トークンあたり3ドル、で、出力100万トークンあたり12ドルという感じで、まあ、ミニの方がね、5分の1ですかね。はい。で、どっちのモデルも一度に処理できるのは12万8000トークンということで。まあ、これはね、今までと変わらないですね。GPT-4O とか、そういうのも12万8000トークンまでなので。今ね、ジェミニーもそうだし、クロードとかも、普通に50万トークンとか100万トークンとか扱えるものが出てきてるので、まあ、OpenAI はね、まだそこまでトークン数増やしてないって感じですね。まあ、12万8000トークンに制限されてますけど、まあ、実際には多分100万トークンまでいけるんだろうなとは思いますけどね。まあ、今のところは出力の精度とかね、まあ、いろんなことを考えて12万8000トークンまでしているって感じでしょうか。ちなみに、カットオフ日ですね、どこまでのデータ学習しているかっていうと、2023年10月までの知識を学習しているとのことです。GPT-4O との比較に関しても、まあ、これもね、やっているので、ちょっと話をしたいんですけども。空欄に入る適切な単語を文脈から推測する問題について GPT-4O、O1 ミニ、O1 プレビューの結果比べたんですけども GPT-4O は正しく答えられずに、まあ、O1 ミニと O1 プレビューどっちも正しく答えることができました。まあ、さらに、ミニの方はプレビューの3から5倍早く回答することができているので、まあ、この辺はね O1 の方がちゃんとした回答ができたよって感じですね。で、人間の評価に関して、まあ、様々な分野の難しい問題に対して、O1 プレビューと GPT-4O の回答を人間が比較して評価した結果ですね。まあ、データ分析、コーディング、数学のような推論を重視する分野だと、O1 プレビューの方が高い評価になっています。ただ、文章を執筆したりとか編集したりする自然言語のタスクだと、GPT-4O の方が好まれることもあって、まあ、O1 プレビューがね、新しく出てきてるんですけど、すべてのケースに対して、O1 プレビューの方が高いパフォーマンスを出しているっていう感じではないですね。まあ、なんで GPT-3 と GPT-4 とかだったらね、まあ GPT-4 の方が高いパフォーマンスを出しているわけなんですけども、まあそれとは違うよって感じですね。あくまでだから O1 なんで、まあ GPT-5 っていうわけではないので、だから何でも O1 の方がすごいっていう感じではないって感じですね。まあ文章執筆とかもね、後でちょっと実際にやってみようかなと思うので、ぜひそちらも楽しみにしていてください。で、まあ、O1 と GPT-4O についてなんですけど、普通に使う分には特に GPT-4O でもいいのかなとは思います。まあ、O1、その複雑な問題とかね、推論能力がすごいっていうことなんですけど、まあ、コーディングとか数学とかそういう、まあ、専門性の高い分野なんですけど、まあ、その辺の使い方をしている人がどのぐらいいるのかっていうことですね。さっきも言ったんですけど、結局文章の執筆とかそういうのを使う人が多いと思うので、まあ、それなら GPT-4O とかの方が、まあ、人間の評価も高かったりするんでね。はい、まあ、この辺は使い方次第という感じだと思いますけども、なんで今の自分の使い方的にどっちがいいのかなっていうのは実際に使ってみて、O1 の方が良かったら O1 でいいし、今までの GPT-4 のはやっぱりいいよねってなるんだったらそっちを使えばいいのかなとは思います。まあこれはね、そのうち GPT-5 が登場すると思うので。まあそれまではね、全然 GPT-4 自体もまあすごい言語モデルなんで、全然ね、まだまだ現役で使えるかなっていう感じです。はい、まあ OpenAI 側もその辺については言及をしていて、O1 モデル、推論能力において大幅な進化を遂げているんですけど、すべての用途において GPT-4 を置き換えるものではありませんというふうな感じで言っています。まあ、なんで、OpenAI 的には画像を入力したい場合とか、応答時間が高速でないといけないような場合っていうのは GPT-4O が向いている一方、まあ、高度な推論とかが必要で、より長い応答時間に対応できるようなものは O1 モデルが最適っていう感じですね。まあ、この辺はうちもまだまだね、そんなに試せているわけではないので、まあ、今後 O1 と GPT-4O ですね、まあ、どんな場面でどっちを使えばいいのかっていうのはちょっとね、見ていきたいですね。はい、ということで実際 O1 使ってみましょう。はい。ということで、これが O1 プレビューですね。ここのところで選べるようになってます。ちなみにこれは、チームプランですね。チャット GPT のチームプランのやつです。まあ、GPT-4O、O1 プレビュー、O1 ミニがあります。ちなみに他のモデルで GPT-4O ミニと GPT-4 ですね。とかもここで選べるようになってるんですけど、めっちゃわかりやすいじゃん。O1 ミニ、推論がスピードアップ。今回は O1 プレビューメインで使っていきます。鶏と卵どちらが先ですかと聞いてみます。そうすると、こんな感じですね。思考時間6秒ということで。科学的な観点からは卵が先だったと言えますっていうことです。まあ、その卵が鶏の卵と言えるかどうかがポイントです。面白いですね。
モデル切り替えてやってみましょう。GPT-4O。おー、こんな感じですね。まあ、卵が先だと考えられていますということで、結論的には変わらない感じですね。まあ、ただやっぱり答え方は全然違いますね。面白いね。ちなみに知ってましたか？ここでモデル切り替えられるの。まあ、覚えておくと便利かもしれないです。こいつが O1 ですね。O1 の回答。こっちが GPT-4 です。はい、続いて A 君は B 君より早い。B 君は C 君より早い。では、C 君は A 君より早いということで、聞いてみます。そうすると、C 君は A 君より早くありませんと。A 君は B 君より早く、B 君は C 君より早いので、A 君が最も早く、C 君が最も遅いことになりますということですね。おお、なるほど。で、こんな感じで段階的に考えてますよっていうのが出てるってことですね。この辺はもう今までの GPT-4 とかのとの全然違うところですね。まあ、こんなんなかったんでね。なるほど。続いて、ちょっと文章を書いてもらいましょうか。まあ、GPT-4 の方が文章識別とかは良さそうな感じですが、結構ね、O1 ブログ記事に使えますかみたいなことを聞かれたりしたので、ブログ始め方を狙った SEO に強いブログ記事書いてくださいということですね。そう、意外に早いな。SEO フレンドリーな見出しとサブヘッディングを盛り込みながらキーワード、ブログ始め方を適切に使用して。なるほど。なるほど。この辺は怪しいな。 GPT-4O のが全然良さそう。雑なプロンプトだと GPT-4O のが絶対いいんだろうな。はい、こんな感じで書いてもらいました。これが GPT-4O。 こっちが O1。 O1 がダメっていうことではないけど、 GPT-4O の方がいいかな。 SEO とかを考えたブログ記事とかで言うと全然こっちの方がそれっぽい。有料テーマ、ザ・トールやアフィンガー5、SEO に強くデザインも豊富。そうなの？そうですか。うちもテーマありますが、ダメでしたか。ちょっと相談してみよう、O1 に。上司のパワハラ悩んでます。どうしたらいい？はいはい、なるほどね。まあ、記録を取る信頼できる人に相談するとか、まあ、こういうことを考えてみましょうってことなんですけど。まあ、この、なんだろう、上に出てるこれ結構いいね。いいっていうのは、なんでこの回答になったのかっていう過程が、まあ、要約ではあるけど、なんとなくわかるから、便利かもね。パワハラ上司を辞めさせる方法は？という、若干グレーな、法律的に問題があるわけじゃないけど。でも一応、あれやな、それっぽい。証拠を収集して人事部や上司の上司に相談。労働組合専門機関へ相談。おー、なるほど。プログラミングしてもらおうかな。ブラウザで動くテトリスを作ってくださいって感じで。まあ、コーディング得意ということで。ああ、なるほどね。まあ、HTML、CSS、JavaScript を使ってテトリスを作っていると。なるほどですね。さあ、試しに突っ込んでみましょう。おお、一応動いたな。おお、動く。すごい。回転は？9で回転。おお、すげえ回転する。めっちゃすごいじゃん。消えんのかな？消えたらめっちゃすごいな。しかもちゃんとテトリスじゃん。これできないと思ってた。普通にできないと思ってやらせた。最近の AI すごいな。あ、間違えた。普通に動くぞ。こいつ動くぞ。ああ、消える。すご。なるほど。できたじゃん。すごいじゃん。すごない。しかもちゃんと色分けされて消えるっていうところがすごい。一旦 GPT-4O の方でやってもらおうか。プログラミングの能力上がるのマジ嬉しいな。ワンチャンチャット GPT というか AI をどこで一番使ってるかって、コード生成で一番使ってる説はある。プログラミングで使ってる説あるから、それの精度が上がるってマジでやばすぎるけど。お、ボタンがあります。何も起こりませんね。GPT-4O ダメっぽい。うん、そう考えたらやっぱりこれすごいね。すごーいよね。これあれやな。ほんまになんかもう別物って感じですね。別物。GPT-4O と O1 って。名前も違うから、OpenAI 側も、ね、明確に別物だと考えてるんでしょうけど、ほんまに別物だな。なんか言語モデルとしてこれを同じに考えるの方が無理がありそうやな。なんか今までの GPT-4 から GPT-4O にみたいな感じではなくて、ほんまに別のもの。
純粋にその性能が上がるとか、速くなるとか、進化するっていう感じではなくて、別物って感じがするな。ついに、GPT がなくなってるからな。O1 とかになってるっていうことを考えると、トランスフォーマーとか使ってないとか、そういうこともあんのか？どうなん？この辺はわかりませんが。これはね、みんなの意見聞きたいんで、みんなの意見も教えてください。まあこれやってると終わらないんで、一旦この辺にしときますけど、触るの。まあまた改めてなんか、やってるね、触る回は作りたいなと思うんですが、どうですか？ O1 触ってみて。なんかいろんな触り方をしてる人がいるので、まあこういうケースだったら全然 GPT-4O より O1 の方がいいよっていうパターンもあれば、いやこれは全然 GPT-4O の方がいいよねみたいなこともあると思うので、そんなのコメント欄で教えてもらえたら嬉しいですね。僕もそんなにめちゃくちゃいろんな使い方をするわけじゃないんで、仕事をする中でね、チャット GPT とか AI ってもう日常的に使えますけど、それでも自分の使うやり方なんて借りられてるんで。はい、ということで OpenAI から新しくリリースされた言語モデル O1 使ってみました。まあ、SNS とかでもね、かなり話題になっているので、使ってる方もいるかもしれないですが、ぜひともどんな感じの感想を持ったか、コメント欄の方で教えていただけると嬉しいです。個人的には、プログラミングできたのが嬉しかったです。はい、ということで、じゃあ今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。8月2日に、ChatGPT&Copilot の教科書という本を出版させていただきました。紙の本ですね。AI 初心者向けにね、わかりやすくイラストとかも入れて、フルカラーで、こんな感じで解説してますので、よかったらこれから AI 学びたいからとか AI 使ってる方読んでいただけると嬉しいです。あとぜひね、読んだら Amazon の方でレビューとか投稿していただけると嬉しいです。文章書くのめんどくさいよという方は、まあ、AI に文章書かせてもいいですし、あとは数字だけね、評価だけしてもらっても大丈夫です。文章なしで点数だけつけることもできるので、それでも大丈夫なので、よかったら Amazon の方にレビューお願いします。はい、ということで、じゃあ今日の動画これで終わりにしましょう。では、ありがとうございました。オープン AI の最新モデル、O1 ブログ記事作成で使えそうでしょうか？いや、わかんないですね。どうなんですかね？そんなに使ってないからまだわからないっていう。まあでも使えないことはないんじゃないですか？わかんないけど。使ってみて使えそうだったら使うで全然いいと思いますけどね。チャット GPT& コパイロットの教科書、やっと紀ノ国屋でゲットしました。ありがとうございます。Amazon でレビュー書いてください。Amazon のレビューをぜひ投稿してください。他の方も、ぜひ Amazon でレビュー書いてください。ブログライティングの教科書と、チャット GPT& コーパイロット教科書、ね、ぜひ読んだら Amazon でレビュー投稿してください。星つけてもらうだけでも大丈夫。全然関係ないけど、あ、2冊ね、ミニさんのやつねえな。読み取られてる説は自宅にあるかも。さっき良平さんがいてくれたから、良平さんの本の宣伝もしてくわ。資産形成、1年生。まあ1冊目ですよね。2冊目新ニーサのやっていってるはずですけど。今パッて見つからない。まあ、わかりやすい本なんで。ないよね。ないよ。ごめんね。自宅にあるが。物買うときの基準に中地さんの考え方がだんだん根付いてきます。いいね。いい傾向や。で、物買うときの判断基準は、よく言われるけど、買う理由が値段だったらやめとけ。買わない理由が値段だったら買えば、結構秀逸な判断基準だと思いますよ。普通に、結構これだけでも、割と外さない選択ができると思うけどね。買う理由が値段だったらやめとけ。買わない理由が値段だったら買え。まあ、要は、安いから買おうかなって思うぐらいならいらないからやめとけ。だって本当にそれが欲しいわけじゃないから。値段が安いから買おうと思ってるでしょ。じゃあ、逆に、いや、これめっちゃ欲しいけど、高いなみたいなのは買った方がいい。だって値段以外のところに価値を感じてる方がいいよね。そういう判断基準。これってよく言われるんですけど。なんかめっちゃ綺麗にまとまってて。あとなんか、言葉としてすごい綺麗。なんで分かりにくいっちゃ分かりにくいんですけど、すごいそんなちょっとの違いで、こう意味が変わるというか、英語にしたらどうなるのか分かんないけど。日本語だとね、買う理由が値段ならやめとき、買わない理由が値段なら、はい、んみたいな。矛盾してそうだけど、矛盾してないって感じが、割と好き。本番は、権威性を発揮できるジャンルでブログ作り直したのですが、10記事投稿してもアクセスゼロ。50記事までタイトルもキーワードも選定済みですが、これはキーワード選定見つけてるんでしょうか。中地さんがブログ始めたっての頃、もっとスムーズなアクセス増えてきましたが、いや、増えないです。これ基準値の違いです。僕、ちなみに、今でもそうなんですけど、10記事投稿して、アクセスゼロとか、その、アクセス確認もしないです。10記事でアクセスがそもそも来ると思ってないんで。例える
とですね、プロのサッカー選手になりたい人がサッカーの練習始めて1ヶ月目ぐらいにおかしいな、スカウトから全然声かからんなって言ってるのと同じです。1ヶ月目なんで。だから普通にもっと書かないとダメです。まあその、やり方にもよるんだけど。新チャンネル、おめでとうございます。ありがとうございます。なんだかんだ本質的になる中でます。なんだかんだね。本質に来やからね。本質を語ってしまうんよね。求められてなくても。真面目が出ちゃう。そうだね。真面目だから。今文の練習のうちと思って書かせていただきました。ありがとうございます。嬉しい。書いてない人。書いて。Amazon のレビュー。あれか、文章書くのめんどくさかったらマジで、星だけ、評価だけしてくれてもいいんで。あ、名古屋在住なんで ABC 行ってみたいんですが、いかんせん勇気がなくて、一人で無言で座り続け、耐える人になりそうで。あ、これはね、おすすめは、ABC に行く前に、スラックかなんかで友達を作るか、ABC 行くんでっていうので、誰か誘っていく方がいいですよ。あ、それか、勉強会とか、作業会みたいなのやってくれたりするんで、そういうとこに行くとか。まあでも、事前に、SNS とか、スラックとかで、誰かと交流してから行くのがいいです。その場で友達作ろうっていうと結構瞬発力いるんで、あらかじめ知り合い作っていくと楽です。なんか僕もなんかのイベント行くときにそうしようと思いました。ちゃんと知り合い誘っていかないと一人になっちゃうんで。俺マジで、この前、でもね、ほんと雑談なんですけど、北原さんっていう、YouTube とかもやってるし、SNS やってる、北原隆彦さんっていう人がいるんですけど、まあ年収50億の社長みたいなの結構いろいろやってるんですけど、この北原さんのね、推進と時の部屋っていうコミュニティあって、まあ僕もそれ入ってるんで、一回合宿に行ってみたんですよ。まあそれ知り合いに、あゆめこさんっていう SNS やってる方がいて、まああゆめこさんはその講師側なんですけど、それで行ったんですけど、マジで知ってる人全然いなくて、ほんまに一人だったんで、まあ、ちゃんとなんか、誰か行く人とか見つけて一緒にいてよかったなと思いました。まあ多分探したらいたと思う。なんかね、一人で全然誰かわかんない人に話しかけてっていうことも、なんとなくできず。まあ基本的には氷引いてるから別に一人で問題ないじゃないんです。なんかふとした時、別に知り合いいなくて全然誰とも喋んねえなと思って。だからいきなり隣にセミナーとかで隣に来た人に話しかけられる人はいいんですけど、そうじゃない人はなんか事前に根回ししていくのが大事だと思います。だから A8 フェスとか、ね、ブログのフェスありますけど、ああいうのも、なんか結構今まではめんどくさかったんで、一人でパーって行ったりもしたんですけど、そうするとマジで一瞬行って、パって、まあ知り合いとかもいたりするんで、ちょっと喋るけど、でもその知り合いは誰かと一緒にいたりするんで、そのね、ずっと一緒に動く感じないんで、そうするとマジで30分くらいで帰ってくるみたいな感じだったりもするんで、寝回し大事。中西さんの椅子どこのメーカーですか？座り心地いかがですか？座り心地いいですか？いいですよ。スチールケースっていうところの椅子です。15万くらいかな？定価で。これめっちゃいい。ハンズプラスで個人向けを停止する方向とのことですが、コミュニケーションコストが理由でしょうか？企業は事前確認が少なくて、高額発注を行うためでしょう。いや、コミュニケーションコストではないですね。コミュニケーションコストで言うと、むしろ企業の方がかかりますね。企業の場合は、なんだかんだ言って、やっぱりいろいろ縛りがあったりとかもするので。まあ、でも、端的には企業の方が利益率が高くなるからですかね。その持ってる予算が全然違うじゃないですか。例えば企業とかだったら、500万円でお願いしますみたいな依頼があったりするんですけど、個人で500万円なんて、まあどう考えても無理じゃないですか。どうあがいたって無理じゃないですか。まあ、てかそんなにもらったところで別にそれで成功するわけでもないです。あと、普通に個人向けを停止するっていうのは、まあ停止するって完全に停止するわけではないんですけど、あと、ハンズプラスのサービス自体、法人っていうのを想定して作ってるものなんで。だから別に、なんか元のあれに戻すだけですけどね。まあ法人とかは想定してやってるけど、個人の人も多いので、個人からの依頼もたくさんもらっていて、受けてました。で、もともと法人向けに作ってるから法人向けにシフトするっていうだけかな。別になんかそれ以上のあれもない、あんまないです。まあ個人向けはね、利益率もやっぱりすごい低いので、正直。個人向けでボロ儲けとかそんな本当に全くなくて、本当に利益がめちゃくちゃ少ないので、まあそうじゃないと、ね、とてもじゃないけど申し込めなくなっちゃうので、まあ、そういうふうにしてたんですが、っていう感じですね。社員の給与基準について経営者の方に質問あります。給料のベース低く設定したまま、会社の業績によってボーナスを額も支給回数も多く設定するのは筋が悪いか。一般の IT 系会社の経営方針など考慮して教えていただけると嬉しい。まあ、ありますけどね、そういう会社も。その給料を低くしてボーナスでドンって払うみたいな。まあ、別にいいんじゃないですか。あんまりやりすぎると良くない。なんか給料はもう本当に最低限出して、最低限だけでボーナスでドンってあんまり払いすぎると、多分、いろいろと。何で怒られるんだろうね。税金、あ、そうすると税金が少なくなるからそうしてるみたいな会社結構あるんですけど、その辺で普通に怒られたりすると思いますけどね。やりすぎると。まあでも給与、なんていうか、その、歩合の仕事っていくらでもあるじゃないですか。営業マンとかそうなんですけど、保険の営業マンとかもそうで、そのベースの給料ってめちゃめちゃ低くて、あとはもう自分で頑張って歩合で稼いでねみたいな感じなんで、別に、まあ、そのボーナスで出すのか歩合で出すのかって、その辺の法律の関係はわかんないですけど、だからそれは別に会社によってそれでいいんじゃないかなと思いますけどね。その、インセンティブっていう形で、ちゃんとね、評価ができて、
払えるんだったら別にそれでいいんじゃないっていう。まあでも固定費を上げると、なかなかね、会社としてキャッシュフローとかも厳しくなるから、業績によってボーナスでっていうのはすごいわかります。まあ、うちの会社はあんまそういうふうにしてないですけど。腕時計の電池交換などのブログを運営していて、中地さんの鬼の添削もしてもらっています。競合の記事よりも詳しく数多くの型番、別に G-SHOCK などの作業手順を解説していて、それなりに回っている YouTube も貼っていますが、2023年前半のように稼げなくなっています。なぜなんでしょうか。DV は月間 5.5 から6000ぐらい。収益も10分の1。いや、アップデートじゃないですか。その PV 変わってなくて収益が10分の1になってるなら話別ですけど、PV が減ってるなら普通にアプリじゃないですか。検索順位絶対下がってますよね。だから以上ですね。別に、その競合の記事よりも詳しいから SEO 上がるわけでもないですし、それなりに回ってる YouTube があるから SEO 上がるわけでもないので、それは一つの要素でしかないので。だからそれでダメなんだったら、じゃあどうするんだろうっていうのを考えて他のことをやり続けるだけですけどね。まあそれがもう嫌なんだったら他のブログやるか、YouTube の方に展開するかでいいと思うんですよ。それなりに YouTube 回ってるんだったら、じゃあ YouTube でいいんじゃないってなるし。まあ別に普通ですかね。まあブログ運営そういうもんだよね、みたいなぐらいですかね。まあ悲しいけどね。半年くらい前からウェブライター目指していて、最近 Webshop TV チャンネルにたどり着きました。あれですよ。今中地さんを知ってます。ありがとうございます。姉にもおすすめしています。ありがとうございます。有益な情報ありがとうございます。いや、こちらおすすめで。姉にもおすすめしています。他人におすすめしてもらえるのはね、嬉しいですね、普通に。相変わらずかっこいいですね。ありがとう。ゼロからブログシリーズ。ゼロからブログいいシリーズです。これ ABC のやつですね。ちょくちょく見てモチベーション上げてます。ティーズのモチベーション上げてくれてありがとうございます。声もかっこいいです。ありがとう。X では、表アカウントとは別に裏アカウントある傾向にありますが、公的に知られる形に2つのアカウントを作る理由は何でしょう。まあ、普通に。あれじゃない、その属性ごとに分けるとかテーマごとに分けるとかじゃないですか。1個のやつでやるとめんどくさいから。中谷さんいつも落ち着いてますが焦るときありますか。そりゃあるでしょ。後ろから佐々木希走ってきたら焦る。新チャンネルではまったり雑談ライブも嬉しいかも。なんかまったり雑談になるようなテーマを投げてください。ちなみにビジネス系のものを投げると多分同じような感じになります。サブチャン初ライブですね。ありがとうございます。バンクアカデミーだ。良平さんありがとうございます。中地さんの新チャンネル毎回拝見してます。ありがとうございます。ちなみに僕も、りょうへいさんの YouTube 結構見てます。だうちのね、奥さんも見てる。なんかの時に、なんか新刊出した時に、その、りょうへいさんの、りょうへいさんの本が、新しい本出た時に、で、兄さんの本でしたっけ。なんかそれを自宅で読んでたら、その YouTube 見たことあるって言ってたんで、だから家族でお世話になっています。中地さん、仮に資金があるものとして、これから医療事業をやってみようと思った場合、できる自信がありますか。ないかな。いやー、どうないかな。今のところは。てか、そもそも、今のところ医療、例えば病院とか、まあ、リベライとかね、病院作ってますけど、ああいうもの作ろうと思わないっていうのと、自分自身がね、全然医療関係者でもないから、どうやるかみたいなのも想像できないから、モチベーションもなければ想像できないから、今のところはないかな。まあ、やってやれないことはないんでしょうけど、なんかでも、それこそ、ちっちゃい病院、その、大きい病院は当然、ね、すっごいお金かかる。何十億円みたいな。少なくとも何十億円みたいなお金出さないと買えないと思うけど、なんか街でやってるちっちゃい病院みたいなのはね、買ってみたいなとか思ったりはしますね。買ってどうするみたいなとこはあるんだけど、何百万とかでも売ってるところはあるんで、そういうのはちょっといいなとは思いますね。まあでも買ったところってじゃあその運営とか経営どうするってなるんだけど、それで言うと病院じゃないけど、うちのってか、もともと行ってた大学の近くに学生がよく通う食堂とか結構あったりするんですけど、その食堂ってまあ割と何十年もやってるんで、そのやってる人がね、お店のマスターとかが結構年でお店閉めることがあるんですよ。で、僕がよく、まあよくってほどでもないけど、ちょいちょい行ってた食堂がね、もうほんと何十年もやってるような食堂が、まあ僕がそれ卒業した後なんですけど、卒業したちょっと後に、まあまあ年齢、年のこともあって、閉めるみたいな話になって。それは、いや、これワンチャン、今ね、今、その状況にいたら、ワンチャンね、その店を買ってた可能性もある。だってさ、めっちゃもったいなくないですか？もうさ、そこの地域に根付いてやっててさ、で、ネームバリューもあって、メニューもあって、で、一生学生来るの決まってるわけですよ。だって、大学に学生が入ってこなくなることなんて、まあないじゃないですか。何十年も学生は毎年毎年入ってくるわけで、で、その人たちが、もう通ってくれるっていうのは確定なんで、勝ちじゃない？そのビジネス。あとは作る人を、で、その料理作れる人を配置することさえできたらそれでいいんで。いや、だから今だったらそんなん買いたいなと思う。わかんないけどさ、何百万とか出したらワンチャン買える可能性ある。まあ店舗は多少移動したって別にいいと思うんでね。で、その場所変えればそれが一番いいけど。でもその場所って多分基本的にそういうとこって住宅と一緒になってるから。
住んでるからそこ買うみたいな難しい可能性があるから。だから全く同じ店名で、店名メニューで、ちょっと違うところでやるでも別に全然人来ると思う。で、マジでもったいなと思って。そこまで築き上げてきたもの。それってさ、ほんと作れないじゃないですか。何十年もかけて積み上げてきたもので。なんかその思い出とかもそうだし、信頼とかさ、ネームバリューとか全部含めて。だからそれがなくなっちゃうっていうのはすごいもったいないよなと思って。なんかね、トラブルが起こってなくなるんだったらあれかもしれないけど、でも年齢的なことでやめちゃうんだったら、もったいないから。いやー、マジで。会いたいね。でもなんかそういう、なんていうか、今まであんまりそういう何かを買うっていう発想はなかったんですけど、まあ会社にしてもお店にしても。でもちょっといいなと思います。意外と安く買えたりもするんで、何百万とかでも買える会社もお店もいっぱいあるんでね。赤字の会社もあるわけなんで。別に1円でも、ね、ただでも売ってくれるというか、買ってほしいとかもあったりするから。まあでもそんな余裕はないんだけど、うちの会社に。そんなね、すごいお金ありそうな感じで喋ってますけど、そんな金はね、ありません。まあこの前ね、梅田に店舗作ったばっかりなんで、そっちも結構お金かかっちゃったんでね。なんやかんやで、500万ぐらい、5、600万ぐらいかかったんで、で、トータルで。まあそもそもそれ回収しないといけないんで。やべえ、やばいんだ。まあライター向けのサービスをやるための店舗なんですけど。ライタースクールを実店舗でやろうみたいな。あ、最近のその新チャンネルで映ってるやつ。まあ新チャンネルもそうだし、Web職 TV もそうだし、最近映ってるやつはあれですね。店舗ですね。昨日ぐらいに動画出したんだけど、新チャンネルかな？あのホワイトボードみたいなの使って書いてましたけど、あれ店舗です。なぜいきなりホワイトボードを使い出したんだって言われたら、店舗にホワイトボードがあったからせっかくだから使おうって使ってます。まあでもね、あの動画も反省点いろいろあって、照明が映っちゃうんですよね。撮影用に作ったあれじゃないんで、どうしてもホワイトボードに照明が反射しちゃって、照明っていうか蛍光灯なんですけど、普通に。見にくいから、これなんとかしようかな。なんとかせないかなっていうのを思いました。昨日の動画見てて。副業、人気の副業みたいな動画なんですけど。なんかホワイトボード、普通の白いホワイトボードか、ガラス製のホワイトボードかどっちがいいかみたいな話で。まあ、ガラス製の方がちょっとだけ高いんですけど、まあ、その凹まないとかね、いろいろあれだったんで、ほな、ガラス製にしようかなってガラス製にしたら、めちゃくちゃ反射するから。普通の白いやつにすればよかったな、みたいな。なんか反射しにくいやつあるらしくて、反射しにくい普通の白いホワイトボードにした方が、撮影的にはすごい良かったなみたいな反省してます。チャンネル登録よろしくお願いします。